始めさせていただきます。継続的な翻訳活動を支える技術ということで、やらせていただきます。このトークではパールのドキュメント翻訳に関する問題と、それを解決するための、僕が作っているトランというツールの紹介をします。自己紹介ですけれども、KTAT というハンドルでやってます。加藤敦史と言います。ワノという会社で働いています。で JPA の理事もやってます。それで、翻訳活動に2002年ぐらいからずっと、そんなに多くはないんですけどやってます。で、僕のこれは、翻訳したグラフで青いのが、新しく追加されたやつで、赤いのは修正したやつなんですけど、これぐらいやってます。そんなに多くはないです。で、ジャパナイトパールリソースプロジェクトっていうのが2002年からあって、それに参加してるんですけれども、それとあとモデルコード JP っていうのが GitHub で行われてまして、それを総数のコミット数で出したらこれぐらいになってます。一時期この辺がさびれてたんですけど、最近はちょっと盛り返してきてはいます。ただコミットしてるのは数人なんですけれども、パールの翻訳を続けているモチベーションなんですけど、パールが好きっていうのがあります。はい。あと英語の勉強になる。あと好きなモジュールを紹介したいとか。ちなみに僕最初に多分訳したのがテストモアかなんか、テストシンプルか、テストシンプルのチュートリアルとかで、働いている人に紹介しようかなと思って訳したのがきっかけだった気がします。あと長いドキュメントをあんまり、英語で何回も読むのちょっと辛いなっていうのとかですね。あと最近はそうでもないんですけど、若い時は時間あったなっていう感じです。で、最近はもう結構忙しくて、なかなかあれなんですけど、現実逃避で仕事がきついと別のことしたくなるなっていうので翻訳やったりします。で去年本当きつくって、その2013年は割といっぱい訳したなっていう感じです。最近はもう現実逃避する時間もないなみたいな感じなんで、ワノでは雇ってます。人材募集してますんで、よろしくお願いします。でワノっていう会社なんですけども、サブカルとかを応援したいなという会社がもともとのきっかけで、今音楽事業とか映像事業とか、あと、広告関係の事業をやってます。で今映ってるのが、MP3 のダウンロード販売のサイト、あと、ベレットっていうのは、動画広告の、サービスですね。であとこれは関連会社なんですけども、米国の、アメリカのチューンコアっていう会社と、一緒に作っている、インディーズの人たちとか、インディーズじゃない人もいるんですけど、普通に、iTunes とか Amazon とかで音楽を配信できるっていうサービスです。興味があれば、本題に戻ります。でパールの翻訳で何がきついのかっていう話なんですけれども、翻訳始めるのがまずきついです。そもそもソースコードを取得しないといけないし、ソースコードを取得は C 版からなんですけど、バージョン古かったら C 版になくてバック版から取らないといけないとか、あとはファイルはもちろん展開しますよね。展開したらソースコードの中からポッドを取らないといけないですよね。ポッドを取った後はパールドック GP だったら CVS、 パールドック GP ってか JPRP だったら CVS だし、モジュールポッド GP だったら GitHub のクローンしたディレクトリに置かないといけないし、JPRP だと XML のメタファイルっていうのがあるんで、それも書かないといけないしみたいなんで、これ始めるのがもうきついなっていう感じですね。で、翻訳を、し続けるっていうのは何がきついかっていうと、モジュール、失礼、すいません、順番間違えました。でパールのソースコード内でモジュールの場所ってどうなってるかっていうのはちょっとご存知か分かんないんですけども、ざっと見ますと、3バージョンぐらい見てみると、何でしょうね、モジュールは Lib とか EXT とかなんか OS2 とかの下にあったり、あと EXT ソケット PM の中にパッケージソケットがあったり、
Dist IO IOPM がパッケージ IO だったり、Dist IO Div IO IOPM、IODIA か、DIAPM が IODIA と、まあ、なんかバラバラしてるんですよね。5.8 でもまあ一緒みたいなもんで、まあ、5.20 でもあんま変わんねえな、みたいな感じですね。で、まあ、モジュールはどうなんだっていうと、まあ、モジュールもまあ一緒で、まあ、直下のディレクトリにいきなり、まあ、VCS Lite っていうモジュール、まあ、これは古いバージョンなんですけど、まあ、LitePM っていうのがいきなりあったりして、まあ、これパッケージ VCS Lite ですと。で、まあ、その他のやつは DivVCS Lite Delta で、まあ、普通の構成なんですけど、で、オーディオビープっていうのやつは、まあ、BeepPM っていうのが直下にあったりして、まあ、これはパッケージオーディオビープですと。まあ、ってな感じで結構バラバラしてるんですね。っていうか、まあ、そもそもこんなもん知りたくもないし、みたいな感じなんですよ。モジュールのディレクトリ構造なんて別に、まあ、知りたくないし、翻訳のためにパールのソースコードダウンロードするのもだるいじゃないですか、重たいし。で、まあ、翻訳のための、まあ、モジュールのソースコードもそうですし、で、あと、まあ、モジュールにはコアモジュールとかそうじゃないとかある。で、コアモジュールだったら、まあ、パールのソースコードから取るのかとか、っていう話もあったりして、まあ、よくわかんないですね。っていうか、これをまず、まあ、パール何年もやってる、まあ、僕とか別に言っちゃいいんですけど、いきなり翻訳を始める人にこれって辛いよねっていう話は、まあ、結構あると思います。あと、モジュールの更新について、まあ、更新に追随するっていうのは結構、まあ、しんどいですね。モジュールは結構頻繁に更新されるのもあるんで、僕のやってたやつで昔なんか翻訳してる最中にバージョンがコロコロ上がってどうしようかなみたいな気分になったり、あとまあ頻繁じゃないとしても、その昔のバージョンとのディフ取って、そのディフが翻訳のどこに当たるのかとか考えてやるとか、まあちょっとしんどいなっていうのが、まあ問題なところですね。まあ要するに、まあ、翻訳始めるのと翻訳をまあ更新するのがめっちゃめんどくさいです。で、まあ、現実逃避がはかどらないです。現実逃避ならないです。で、まあ、トランが解決しますっていうので、まあ、これを作りました。まあ、トランっていうのはまあ簡単に始められる、自動的にダウンロード、まあ、ソースコードとかダウンロードしてポートを取得します。あと自動的に適切なディレクトリに置きます。まあ、最初もちろんちょっと下設定は必要なんですけど、その後はずっとまあ簡単にできます。あと翻訳の更新が簡単です。変更を自動的にマージしたりできます。あと一応 C パン以外のリソースにも対応していて、ウェブサイトを訳そうと思ったらまあそれも対応できてますし、一応 Git のリソースも対応できてるはずです。2010年ぐらいから開発してて、まあ、活発には開発してはないんですけど、まあ、必要に応じて開発、まあ、イコール、まあ、支障がなければバグは放置っていうスタンスなんで、まあ、もしかしたらちゃんと動いてないところもあるかもしれないです。トランで扱われる、まあ、コンセプトというか概念的なものはあるんですけど、リソースっていうものは、まあ、これは C パンとかウェブサイトとか Git とか、まあ、翻訳したいものが置いてある場所と思ってもらえればいいですね。で、オリジナルはオリジナルのドキュメントで、まあ、トランスレーションは翻訳済み、翻訳するドキュメントとか翻訳済みのドキュメントですね。リポジトリは、まあ、それらの置き場、まあ、オリジナルリポジトリだったらオリジナルの置き場、トランスレーションリポジトリだったらあの翻訳の置き場で、ターゲットっていうのは、まあ、リソースとか、まあ、オリジナルリポジトリとかトランスレーションリポジトリとかにある、まあ、翻訳したいものとか翻訳されたものとかっていうものを、まあ、ターゲットと呼んでます。で、まあ、最初翻訳するときは、まあ、リソースは C パンとか Git とか、まあ、ウェブサイトとかいろいろあるんですけど、まあ、そこにあるターゲットをオリジナルリポジトリに、まあ、コピーするっていう、まあ、単純な話ですね。で、翻訳を開始するときに、まあ、コピーしたものを、トランスレーションリポジトリにコピーするんですけれども、その際にフィルターをかける。フィルターっていうのは、まあ、単純にソースコードからポートを取得するとか、ファイル名を .pm から .pod に変えるとか、まあ、これは、パールのモジュールの話なんですけど、 HTML だったらちょっといらないタグをストリップするとかっていうのも、まあ、ありっちゃありです。はい。でもし、まあ、さっきのやつは、まあ、一回も翻訳したことないやつの例で、バージョン 0.1 をすでに翻訳済みですと。
いう場合はバージョン 0.2 を更新したいなっていう時なんですけど、その場合はオリジナルリポジトリにバージョン 0.1 があります。で、始める時にバージョン 0.2 を取得してきます。でトランスレーションリポジトリには、翻訳済みのバージョン 0.1 があります。でそれらをその3つを、テキスト diff3 というモジュールがあるんですけど、まあ、それを使ってマージしまして、でその結果を、バージョン 0.2 としてトランスレーションリポジトリに置きます。で、マージの仕方は一応2つあるんですけど、まあ、あんまり違いはないというか、左側がコンプマージっていう呼んでるもので、右側がコンプマージディストっていう呼んでるものです。まあ、違いは真ん中の赤い部分なだけなんですけど、まあ、上から説明すると、上は、翻訳されたドキュメントですね。で下の赤い部分っていうのが、古いバージョンの、ドキュメント、古いバージョンの、まあ、これコンフリクトしたところの表示なんですけど、古いバージョンのコンフリクトした場所を表示しています。で青いところが新しいバージョンの、コンフリクトした場所です。なんで、まあ、赤い部分なくても特に翻訳には支障ないっちゃ支障ないんで、青い部分を見て、まあ、訳せばいいんで、まあ、デフォルトはコンプマージリストっていうのにしてます。はい。で、まあ、どうやってソースコードを取ってるのかなっていう話なんですけれども、内部的な話を説明すると、まあ、最初はシーパンモジュール使ってました。シーパンモジュールに、シーパンモジュールというかドットシーパンディレクトリの下にメタファイルみたいなものがあって、それを、まあ、読んでやってましたが、まあ、あんまりよろしくないというか使い勝手が悪いというか、でパールのコアドキュメントとか、まあ、やろうと思ってもパールの本体ダウンロードしないといけないし、そこも展開してみたいなことをしているとちょっと、まあ、やること多いなっていうのがありました。で今は、メタシーパンの API があるんでそれを使ってます。とても簡単ですね。で、メタシーパンの API 使うと、まあ、上のようなコードで、まあ、バージョンつけてでも、まあ、つけてなくても、まあ、割と簡単に取れるかなって。ただ今のところ、新しいバージョン、古いバージョンが一番最新のバージョンと作者が変わっている場合はちょっと対応してないです。まあ、あんまりそういうケースでやることはないんで、まあいいかなと思ってます。で、パールのコアドキュメントとかに関しては、モジュールコアリストっていうものがあって、それとメタシーパンの API 組み合わせると結構簡単に取れます。モジュールコアリストに、まあ、パールの、まあ、バージョンのリストみたいなものが内部的にありまして、それを使ってます。で、まあ、このコードの例ではないんですけど、コアモジュールとかを判断するときもモジュールコアリストの中に、どのバージョンのこのモジュールがコアみたいなコアであるとかが定義というか、まあ、変数で保存されてあるので、まあ、それを見てやってます。オリジナルのドキュメントはどうやってマネージしているのかっていうと、まあ、これは、簡単にもうバージョン付きのディレクトリに保存してます。VCS は特に使ってないです。例えばミニラーの、バージョンはどう管理されているかっていうと、オリジナルっていうディレクトリの下に CPAN っていうリソース名があって、その下にミニラーっていうターゲットの名前、モジュールの名前ですね。でその下にバージョンのディレクトリ、まあ、その下に、まあ、.pm ファイルとかが、まあ、いろいろ入ってます。こんな感じで保存されてます。で Git に関しては、まあ、オリジナルの下に、まあ、Git の、まあ、URL みたいなやつが入ってて、であと PLM、 まあ、これは徳弘さんのやつなんですけど、PLMGit のプロジェクト名が入って、で 2.1.1 っていう、これブランチの名前ですね、が入ります。まあ、こんな感じで保存してます。でウェブサイトも一応対象なんですけど、ウェブサイトに関しては、まあ、バージョンってないんじゃないですか。なんで、まあ、オリジナルのドキュメントを取得した日付をバージョンとして扱ってます。で、まあ、ちょっとファイル構成もちょっと変じゃ変で、URL の、まあ、取得したドキュメントの最後のパスのところにバージョンをつけることにしてます。まあ、これあんまりいい方法がよく思いつかなかったんでこれにしたんですけど、まあ、これだと、ウェブサイトの qntm.org ファイルズ
まあ、qntm.org/files/parl の下に、まあ、parl.html っていうのがあってそれを翻訳してるんですけども、その前に、日付のディレクトリ書いてます。結構時間が、デモしたいと思います。ミニラの新しいバージョン版をやろうかと思いますけども、実はすでに翻訳済みなんでこれを実行しても、特に何も起きないんですけど、-f っていうオプションつけるともっぺんやるんでちょっと見てやってみます。古いバージョンがあるんでマージしますかって聞かれます。でマージしますってやると、まあ、マージが行われます。で、あ、こっちか。これで見ると、こんな感じで、差分がマージされています。これで見ると、まあ、オリジナルっていうところは、まあ、僕が訳した部分が、まあ、差分として入ってきちゃうんですけども、これはちょっと仕方がないんですけど、その下の require external bin とかっていうのは今回新たに追加された分っていうのがすぐ分かるんで、ここをもう翻訳すればいい。で次に、まあ、また行ってこの下の how do I use module build なんちゃらなんちゃらっていうのが、まあ、新しく追加されてるんでここ訳しておしまいみたいな感じですね。であとはないんでもうこれで終わりっていうので、ここ訳してあとはまあコミットすればいい。で、まあ、今保存された場所もちゃんとその Git で管理しているところの場所に保存してあるんで、まあ、特にこれ以上の作業が必要ないって感じですね。翻訳だけしてコミットすれば終わりで、ちょっと一遍元に戻します。で、リフとかの機能もあって、ちなみに昨日までインストールしたことがなかったっていう。はい、こんな感じで、これはオリジナルのドキュメントと翻訳ドキュメントのリフが見れます。まあ、これでまあチェックすることもできます。あと、リフにはオプションがあって、-o ってやると、オリジナルとオリジナルの、オリジナルの古いバージョンと、オリジナルの新しいバージョンとのリフも見れます。t ってやると、今度は翻訳と、古い翻訳と新しい翻訳とのリフが見れます。まあ、こんな感じで割と、まあ、翻訳する上では結構はかどってるかなと個人的には思ってます。で、まあ、トゥードゥとして、VCS に勝手にコミットするとかも一応作ってはいたんですけど、まあ、あんまりちょっと怖いんでやってなかったっていうのがあったり、あとノーティファイで、まあ、メールを送るとかっていう機能が、まあ、あったりするんですけど、その辺もちょっとテストしてないかなっていう感じです。で、まあ、もしご興味があるんだったら GitHub にソースコードがありますんでお願いします。あと、Parl の翻訳に興味がある方は、Parl.jp に翻訳する際にあたって注意事項とか書いてあるページがあるんでそちらも参照ください。以上です。何か一つだけ質問ございましたら
ご注意お願いいたします。はい、すみません、さっきのサブートっていうのはどうやるなんとなく理由をしていくんですか、はい、テキストディフ3っていうモジュールがありまして、サンファイルのディフを取るモジュールがありまして、それを使ってます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。